ちょっと登場人物の相関表を書いてくれ。わかった。まずじゃあ、うんこちゃん。じゃあ、俺の生放送には、4人のね、人物が関わってる。4人の人物が関わってんだよ。ほんとにね。まあ、ちょっとでかくすっか。ちょっと待って、じゃあでかくするわ。でかくなんね。変形で、キャンパスのサイズを、もういい、めんどくせえ。やめる。まあ、うんこちゃん。これが俺ね。で、まあ、蚊がいるわけじゃん。で、ここにワッサンがいるわけでしょ。で、ワッサンの脇にはある、あるね、人物。で、N くん、N くんね。ワッサンと N 君っていうのはリアルな友達だよ、普通に。大格好しとくか。で、よっちゃん。よっちゃんもいるんだ。やりたいなって。よっちゃんともやりたかったなと。よっちゃん、よっちゃん知らないやついる？よっちゃん知らないやついる？知らないやついる？よっちゃんはいる。よっちゃん知らない？よっちゃんあのさ、俺のさ、昔さ、ちょっと前までさ、俺の動画、動画のさ、一番最初のさ、ゼロコメント頃にさ、よっちゃんだよーって書き込まったの知らない？よっちゃんそう、よっちゃんだよって知らないか？過去ログみんな見ろ。よっちゃんだよーって書き込ま、あれ、俺の、そう。赤字と赤字で赤字で赤字でよっちゃんだよって知ってるだろ。あれ俺の友達なんだよ、普通に。これもね、連れね。で、もう一人、布団がいるんだよ。この四人の、この四人の星で俺は回ってんだよ。じゃ、お前らこの大格好見ろ、大格好。ワッサンと N 君は、まあ、実質 N 君は登場したことないから、黒子。黒子として働いてるからね。ワッサン、カッコ N プラス、ワッサンは、わかった。ワッサン、カッコ、ワプラス N なんだよ。わかった。そう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 。そう、シナリオ担当してる人ね。この視聴性によって俺は生放送してるわけ。この視聴性によって俺は生放送が、俺の生放送は成り立ってんだよ。俺の中で。ま、よっちゃんとか一回も出たことねえしな。ま、でもよっちゃん生放送聞いてるしね。よっちゃんたまにうんこちゃんの生放送聞いてんだよ。布団はパソコン繋いでねえから、あれなんだよ。聞いてないけど、まあ、ブレインも入れとくか。じゃあ、ブレ、まあ、いや、ブレイン入れない。とりあえず俺の、今よっちゃん見てない。あ、そっか、初めて聞くやつ見んのか。布団は M くんつうのはさ、俺の友達にさ、すげえ、ぜひ、スカウトしたいやつがいるっつってただろ。あ、あれか。画質落とすべ、ちょっと。あ、落ちてるわ。音質も落とそう。オッケー？オッケーオッケー。布団っていうのはさ、M くんだよ。俺がよく生放送やってた時にさ、回線も落とそう。どこだ？一番仲良しの友達なの。布団。まあ、ワッサン、まあ、そうだな。変えらんねえな。こういう順番だな。この三人はそれぞれ一番なんだよ。で、川はまあ二番。付き合いが違うしね。全然。この三人はもうね、相当長い付き合いだから。
恐竜芸能、じゃ、恐竜芸能王くんと、M くん、もう一人の M くんは、一緒の人だよ。で、この布団を、まあ、スカウトしてきて、ニコニコもやらして、この三人で動画も作ろうと思ったぐらいだしね。この三人で。うんこ、布団、ワッサンの三人で。ね、これ何したい、ね、これ何したいんだっけ、これなんで俺こんなこと書いてんの、なんだっけ、なんかでさ、説明してくれって言われてさ、その前の話を忘れちゃってるよ。なんでこんな話になってんの、そういえば。あ、そうかそうかそうか、相関図を書いてんだ。相関図書いてる。うんこじゃねえ。